皆さんこんにちは。こんにちは。今日は急遽お開催が決まりました。緊急開催。はい。緊急で決まりました。勉強会、生きる山と生きる地域の未来に向けて、翻訳を、さらにジャパン圏の機会ということで勉強会、急遽開催になりました。で、急遽にもかかわらず、ご質問いただいた皆さん、ありがとうございます。ということで、早速ですが、もう盛りだくさんのプログラムなので、最初にもうご挨拶。彼らが沼津さんに、はい、今日の会のご挨拶いただきたいと思います。お願いします。ご挨拶っていうのは非常に重たいんですけど、実は貞池さんから室崎先生来られるっていう話が入りました。それで室崎先生との関係、岡田先生のお会いしたいからすぐ行く、あ、これいい機会だなと思ってたら、岡田先生からせっかくの機会だからもう送別ほとんど見捨てて、そこばっかりの岡田先生がここへ来ていただくっていう、そういう機会なかなかないんで、私も乗っかって企画に入っちゃったんですけど、もともと皆さんご存知の通り人使いの荒い送別所防災のための立ってる親でも使えっていう、そういう指導を岡田先生からみっちり受け取りますんで、突然で予算も何もないもの、貞池さんからご了解いただいて、貞池さんがバッとロギャルですからお願いしますっていう、そういう会合なんです。ですから私非常に胸が痛んで、まあ、行政がやればそれなりの予算を取って、その代わり機動性がない、突然こういうチャンスがあったから会合も取ってなかなか開けないっていうことで、全て民間でお願いしてご了解ということで、それで、まあ、皆さんにとって室崎先生っていうのは名前だけ聞いたらほとんどご存じでないかもしれないんですけど、テレビで防災ったらもうトップなんですよね。それで昭和新南と同い年、タモリさんも同い年、同級生、今日安志君が案内してタモリコース歩いてこられました。雨の中でした、ね。まあ、そういう今回お越しになったのはともかく防災を考えるっていうことに退職後の時間を使っておられる、薄の民間でいろいろやってる、あるいは行政もひっくるめて防災の先進地としての現状を見たい、マイスターについても見たい、どういう活動をしてるか、そういうご趣旨でお越しになったのを、このいう機会に約2時間私たちでちょっといただいて、そういう関係なんで、それで、まあ、人使いのあらゆる他に無茶ぶりっていうのも送別のキーワードなんですね。で、岡田先生に本当はたっぷりやっていただきたかったんですけど、質疑応答を大事にしたお互いのそういう、ということで、会話の終わった後、無茶ぶりでご質問を、なんか狙いをつけてっていうのが貞池さんの得意技なんで、飛んでくるかもしれないですが、まあ、よろしくお願いします。挨拶でしてはこういうことに獅子をご理解いただいて、神戸大学の OB、 ともかく防災防災を、それで岡田先生がここへ飛んでこられたのに、当時室崎先生が防災を目指すその時の防災について意識のある方は岡田先生しかおられなかったっていうことで、まず岡田先生の門を叩いていろいろ交流して、その後阪神・淡路の震災なんかで交流をされてという関係で、まあ、送別を見捨てずに駆けつけていただいたという貴重な時間なんで、まあ、いろいろ個人的にも質問したいと、名刺の交換だとよろしくお願いしたいと思います。先生、あとよろしくお願いします。無茶ぶりしちゃってすみません。
林松館長のご挨拶をいただきました。で次趣旨説明私することになってるんですが、だいぶもう趣旨説明いただきました。はい、なのであの、ちょっと趣旨説明といいますか、あのちょっと補足をさせていただきたいのですが、あ今しゃべるのは、東北学院大学の佐田池と申します。よろしくお願いします。あの地元の会員もさせていただいてまして、2006年くらいから会員させていただいて、時々あの学習会などでお世話になっております。で今日はあの今日の開催に至った経緯が今稲津さんにお話しいただいた通りなんですけれども、長崎先生はその神戸大学の名誉教授であられる他にもいろいろな顔を持ってらっしゃって、多分そのお話は後からされると思うんですが、私はその学生の時からこちらでお世話になってるんですけれども、その時にあの日本災害復興学会っていう復興を考える学会っていうのが2008年にあのできまして、その時の初代会長が野崎先生です。でその、なのでこう防災の第一人者でもあるんですけども、復興の第一人者で、でその、日本だけではなくて、あのここにもちょっと書かせていただいたんですが、国内外 の, あの防災から復興までこう幅広い知見を持っておられる先生が、実は岡田先生からとても大きな影響を受けたっていうのを復興業界の人もそんなに知らないんですよ。で、あのちょっとこう推し活ではないんですけど、お二人がこう公の場で揃うのって初めてですよね。こう公にお話しされるのってですよね。なのでちょっと世界初の勉強会に皆さんは立ち会ってます。あのもう世界初なので、もう贅沢な時間をぜひあのこの後共有したいと思いますし、私本当は3時にここ出て3時半の JR に乗らなきゃいけなかったんですけど、あの5時の JR にしますので、あの最後まであの仕切りなさいって言われました。なのであの皆さんにできるだけこういろいろあの質問とかご意見とかいただく時間にして、野崎先生ご自身にも岡田先生にも、あ最近あの野崎先生にとってはこの地域にこういう人たちいるんだ、こういう頑張ってくれてる人たちいるんだ、頼もしいな、いろんなことをあのまた受け取っていただきたいですし、岡田先生も久しぶりにこういうたくさんの地元の方とお会いして、また初めての方もいて、あ今こんな風に頑張ってくれてる人いるんだなっていう風に知っていただく、お互いにとってこう得る機会にできればなと思ってますので、この後の時間どうぞお楽しみに。よろしくお願いします。ありがとうございました。それでは早速お待ちかねの室崎先生の講演をお聞きしたいと思います。テーマは災害復興と観光創造。皆さんこんにちは。ご紹介いただきました室崎でございます。あの、まあ、お話に入る前に3つだけあの簡単に自己紹介もあの兼ねてあの、お話ししておきたいと思います。で1つはもうあの臼と私の関係ですけど、これはもう実にお恥ずかしいことですけど、2000年の臼山噴火以来初めてです、臼に足を運ぶのは。まあ、それだけどう言ったらいいんですかね、距離を置いていたというか横を見ていたということで、まあ、その反省があって、やはりあのぜひ臼に来て現場でいろんなことを学びたいという思いで、あの臼に遊びに行くよというメッセージを佐々木さんに送りましたら、結果としてこういう場を作っていただきました。であのまあ、そのこういう場ということで言うと、先ほど来紹介していただいてるんですけど、まあ片思いだと思いますけど、僕はもう岡田先生のいろんなあの共同の西洋メンタルの理論だとか、そういうこと、あるいはその市民にしっかり目を向けなさいというメッセージもあの受け止めて防災の研究をしてきたつもりでございますので、その憧れの岡田先生と一緒に同席できるってこんな素晴らしいことはないということで、一つ目はまさに薄との関係って、ね、今まで薄かったんですけど、これからあの濃厚なものにしていきたいというのが1番目のメッセージです。で2番目はあの、まあ、肩書きが書いてあるんですけど、あの去年の3月ですから1年ちょっと前にも現役を完全に退きました。今は全く自由の身、まあ、自由の身といってもちょっといろんなあの団体の、例えば日本防災士会の理事長だとかそういう役職をちょっとしておりますけど、基本的にはフリーになって、います。でまあ、だからただあのこれも岡田先生と一緒ですけど、50数年防災の世界に身を置いてきていますので、まあ、そういう経験の長さから皆さんに伝えることっていうのはいくつかあるかと思いますので、今日は、まあ、
長い長い私 の, あの専門家としての活動の中での思いを皆さんに伝えたいというふうに思うのが2つ目のメッセージです。から3つ目は、私自身はもともとは建築、あの大学院の2回生まで修士までは建築のデザインをやっていました。であのでたまたまその時に起きたあの兵庫県の有馬温泉の旅館火災で30名が亡くなるようなことがあって、矢島で見に行った瞬間にこれは建築家が殺したと思いました。でそのでふと考えると、大学に全くそういう授業はないんです。建築の構造力学があっても火事が起きて人が死ぬという光景は全くなかったですね。かえってあの先生方に聞くと、それは消防という法律に書いてあるんだから、そんなことも研究する必要がないと言われて、まあ、それでいやそんなことはないぞということで、今度はその建築の火災の世界にあの入ることになります。で当初はだから、その後は天禄のガス爆発事故だとか、千日デパート火災だとか、北陸列車トンネル火災だとか、酒田の大火っていうのは70年代に相次ぎます。でその頃はそういう研究をしている研究者は一人もいないっていうぐらいのことで、僕はもう大学院生のことからあの頃からテレビの解説にあの引き出されるっていうような状況があのあったんですけど、まあ、しばらくはそういう火災の専門家として身を置いてたんですけど、これまた偶然なんですけど、神戸大学に転勤をした途端に今度は阪神淡路大震災です。で阪神淡路大震災が起きてからは、まあ、そのむしろあの時々あのテレビなんか出るときはあの専攻と何かというと災害ボランティアと書かれることが多いんですけど、私自身は災害復興に力点を置いているつもりです。だからあの建築から建築防火っていうか火災の世界に行って、が復興の世界に入った。この3つ目のメッセージはなぜ長々としているかというと、あの実は本当はですね、あの災害とジオパークというようなテーマで喋らないといけないんですけど、ジオパークについてはあの全くと言っているほど不勉強です。不勉強だけど、私の行くところは必ずジオパークなんです。ついこの間も運転に行ってきましたけど、そこもジオパークですし、あの紀伊半島にのあのこうまあその津波の調査に行ったところもジオパークですし、ついこの前は松江に行きましたけど、そこもジオパークなんです。でさらに言うと、しばらく前僕は糸魚川大火の調査をしてたんですけど、糸魚川もジオパークなんです。そういう意味で行く先々がジオパークなので、少しはジオパークに対するあの知識を持ってないといけないんですけど、あまり持っていないのでジオパークのことは話ができないということなので、それじゃあまあ仕方がないので、私の得意な災害復興の話をさせていただいて、それと、まあ、今まであのいくつかそういう復興に関わったところで感じたことは、災害と観光は密接な関係にあるというふうに思ってますので、むしろその災害と観光というところにあの焦点を絞ってお話をさせていただきたいという、ちょっと前置きが長くなりましたけど、まあ、あのそういうこと、それを踏まえてあのお話を聞いていただきたいと思います。で時間は40分ぐらいいただこうと思っていますので、あのよろしくお願いいたします。で最初はもうまさに私がこの50年間の研究の結果として、あの、まあ、あのどういったんですかね、たどり着いた結論からお話をします。で、まあ、災害とは何かというところからスタートする、まあ、一応復興というのは何、復興で何を目指すべきか、でそれはやっぱ災害が持っている特質から話をしないといけないというのを思っているんですね。で一つは、人間が生きていく上で大切なものを全て奪い取ってしまうということだと思います。でその中には、あの人は生命だけで生きているのではなくて、文化だとか自然と一緒に生きているんですね。でナチスのヒトラーがやったこと、その敵国の多民族をあの滅亡させようとしてあの取った措置は、あの人々をそのアウシュビッツに送り込むこともそうですけれども、同時に歴史的な文化遺産を全て壊します。それは文化というのが人間に生きていく上でとても大切だと。でそれをそのヒットラーもしましたけど、災害もその文化というか歴史だとかそういうものを奪い取ってしまうんだという、ここはとても重要なことで、まあ、あのまさにあの最も重要なものをあの破壊するし、残酷で悲惨なものだと、まあ、ここが一つの災害を考えるとても重要なことで、二つ目はその時々の社会の持っている歪みというものをあの我々に教えてくれるんだと。で阪神淡路大震災というのは、その六甲山という山を破壊をして海を埋め立てたという、そういうその都市開発のあり方が、まあ、間違っているぞというメッセージが内々に含まれているんですけど、そういうことを我々に教えてくれましたし、あるいはその 人口減少化というか少子高齢化社会の持っている歪みというのも
我々に教えてくれたと。でまさにその社会の持っている歪みを我々に突きつけるのが災害だというふうに思って、います。で、まあ、でそういう中のそういうその、まあ、社会 の, か抱えている歪みをその、まあ、突きつけるということはまさに文明論的にその災害とか復興を考えるということだろうというふうに思っていまして、まあまあ、ここも丁寧に説明しないといけないんですけど、今は文化の話だけしましたけど、自然と人間の関わりのあり方みたいなものを我々に問いかけている。そこから自然と人間というのはどういう関係でなければならないかということも教えてくれる。それが災害だというふうに思う。だから大切なものを失うという意味ではその、まあ、影とかマイナスですけど、大切なものを教えてくれるという意味ではとてもプラスの面です。まあ、その両面を見ながら災害と向き合わないといけないというところが、まあ、一番その災害とは何かというところが答えだと思うんですね。でそういうことを踏まえて言うこと言うと、その、まあ、最終的には3つのことをやらないといけないんです。失われたものを回復すると。でこれも失われたものを回復するということをもうはどういうことかというと、まあそうですね、まず、まあ、その話が一つで、二つ目がその安全な社会をやっぱどうしても作る。同じその悲しみを繰り返していけないので安全な社会を作る。で三つ目が社会の変革っていうか新しい社会を作るんだということだろうと思っているんですね。ただその三つの、 その安全とその回復と改革の三つの関係でいうと、一番重要なの、一番まずやらないといけないのは回復とか自立なんです。人間が人間として独り立ちをすることによってその安全な社会も作れるし、改革にもチャレンジできると。でまずその地域の力あるいはその人間の力を取り戻すというところにこう復興の原点を置かないといけないというふうに思っている。でこのことがまあ多少後で観光に関係するんですけど、地域の自立、地域経済の発展、地域コミュニティの推進というところにつながっていって、地域の経済だとか、まあ、そういう意味でいうと観光だとかそういうものと非常に深い関係を持っているということだろうというふうに思っています。で、まあ、あとはちょっとこの言葉だけの問題で、一般的には復興というのはリコンストラクションと英語で使われるんですけど、僕はもう常にそれを使うときにはリバイタリゼーションという言葉を使うようにしています。命を取り戻すということが復興だと。命とか最も大切なものを取れる。で、まあ、単にその、まあ、コンストラクションというのもハードの再建とソフトの再建があるので、一概にその道路を作ったり堤防を作るということを意味しているわけではないんですけど、でもこうバイタリゼーションと、まあ、ルネッサンスの概念に近いのがやっぱり復興だという意味を持っていますし、でさらに言うとその私はもう時々復興リボリューションという言葉を使います。これは革命とか変革とかいう言葉に通じる。で1755年 の, そのポルトガル時のリスボン地震というのはとてもそれを象徴していて、リスボン地震の中でカントというのはまず地震学者になります。自然、本当に自然という地震は神が起こすものではなくて自然が起こすものだということをカントは理解し、そこから最終的にカントは哲学の世界に入っていくんですが、カントはそこからスタートになります。からルソーもこのリスボン地震で目覚めて、まさに市民のためにそのこう、まあ、社会に向き合っていくのが専門家だということを学んでいくわけですね。あとボルテールだとかそういう人たちが全部リスボン地震で生まれるんですけど、それが啓蒙学派という啓蒙主義と生み出して、それがフランス革命につながっていきます。で、まあ一言で言うとリスボン地震がなければフランス革命起きなかったかもしれない。それぐらい社会を変える大きな力を持っているんだということなので、まあ、この特色って先の3つの課題なんですけど、最終的には社会を変えていかないといけない、次の社会を作らないといけないというふうに思っているところでございます。そこまでが最初 の, 簡単な私の 50年間の結論として得た着地点の話で、そういう考え方を踏まえて少し復興と観光のつながりということを話していきたいというふうに思いますけれども、まあ、少しもうこれも今言ったことです。まあ、人間が生きていく力、回復とか自立だとかという、あるいはその地域の自治とか自治とか自立だとか、そういうことがとても重要で、人間が主人公になることがなければならないというのが、まあ、一番重要なことです。まあ、これはまあ、言葉の遊びみたいですけど、4つの生命、生活、制御、生態という言葉を使います。制御というのは経済とか、なりわいとかという。
で生態は単に自然と の生態だけじゃなくて文化だとかいろんな人と人とのつながりを含めた生態だからつながりとかあの産業だとかそういうものがないと人間はあの生きていけないんだというのを思っているわけです。でそういうことをあの私はいつもアメコミセキュリティという言葉で表します。あのアメニティ足すそのコミュニティ足すサステナビリティイコールセキュリティなんです。で安全が先にあるんではない。だから安全安全という思いで街を作ってもそれは非常に無味乾燥なもの。むしろアメニティ歴史や文化がある、ま、あの社会を作る。コミュニティと人と人とがしっかりつながっていく社会を作る。だからサステナビリティというのは今 SDGs に代表されるようなその持続可能な社会を作る。作ると結果としてセキュリティがついてくるんだ。だからその防災とか復興というのはその安全だけを追求してはいけないという、まあ、ここに安全は必要条件だから十分条件で安全だけじゃなく人間が生きていくためには文化も必要だし家庭の団らんも必要だしその生きがいみたいなものも必要なのでそういう総体として社会の在り方を考えないといけないいけないと。いやもうすると最近の防災学者はもう防災防災言いすぎると。もうその津波が来るから巨大な堤防を作って防ごうだとか海辺に住んでると命を落とすかもしれないから山の上に上がるとかでこの辺りは例えば薄の復興でいうとその役場をあそこに作っていいのかという議論とも関係する。その本当に危険なところに作ってはいけないというともう日本で本当は住むところがなくなるぐらいどこも危険なんですけどむしろ危険を受け入れてでだけど命を守るというかその暮らしを守るというそのこう発想が必要なのでまさにこの生きる力ということだとか、まあ、この中に経済とか文化がないとその生きていけないんだって。復興でもだから地域の経済とかその地域の文化だとかそういうものをこう念頭において復興を進めていかないといけないというふうに思っているところです。であのでもそこからかなりあの飛んでしまうんですけど、まあ、その地域経済ということも関係する。あとでちょっとしあの経済とかと観光の関係っていうのを話をしますけどあの観光とは何かというあのことです。で、まあ、ややもするとレジャーだとか遊びとかって、まあ、それもとても大切で人間はあの遊ぶことによって生きあのこう命をさあのどう言ったんですか元気を得るのでなんですけどもっと重要なことは観光のこうと光っていうのは地域の素晴らしさという意味なんで地域の素晴らしさを学びに行くというのがまさに観光なのでとその千葉、まあ、まさにその地域の素晴らしさ、まあ、ここはあの風土光というかあのあこれもちょっと話が飛んでしまうのでさっきあの飛んでしまうというか忘れてはいけないので申し上げておくとあの先ほど あの岡田先生 あの西洋メンタル理論の 中でそれを僕は使っているのはあの人のつながりの西洋面体ということを考えているんです。で防災を図るには風の人と土の人と水の人とそれから太陽火の人太陽の人がいるんです。それは例えばひまわりの種を風が運んできて土に落としてそこから芽が出て大きな花を咲かすプロセスでその風の人もいるし土の人もいるし水の人もいるし太陽の人もいると。で土の人はまさにそこに住む住民です。住んでいる人自身です。で土が土壌が豊かでないといくらいい種を持ってきてもあの素晴らしい花を咲きます。だからまずは土壌というか地域の人の力をこうしっかりあの、まあ、しっかりしたものにするというか高めていく。でこれはだから啓発とか教育だとか子どもたち との学びだとかそういうものは全部そこに含まれていくわけです。だから例えばその今情報提供でその気象を情報を踏まえてその避難指示とかを出すというようなことになっているけれどもでもそれを出すためにはまずそれを受け手の側がしっかりそれを理解するしそれを聞いて正しく行動する力を持たないといけないでまさにそれは土の人の問題だと。でも、まあ、あのまあそういう意味では大事に土の人なんです。から2番目に必要なのは風の人で風の人というのは、まあ、今日の関係でいうと私なんかもあの風の人なんです。外から来ていろいろ新しい考え方だとか知識だとかそういうものを伝えるあるいは世界中の素晴らしい教訓先ほどもリスボンの話しましたが世界中の教訓をこう伝えるってそういう、まあ、だから科学的な理論だとかその世界中の経験値というものを伝える人というのがないといけない。だからいくらその土の人でコミュニティが大切で市民中心といっても市民の力だけではいくら頑張ってもその変えられないんです。そこに新しい刺激だとか知恵だとかでそれはまさにこの雲仙の岡田先生だとかあの勝井先生だとかそういう先生
の流れの 中で、あの宇井先生もおられるんですけど、宇井先生は神戸大にいると、私は神戸大の時にも同じ、あの一緒に机を囲んでいたので、宇井先生とつながっているという意味では、まあ、まさにあのこの宇須とは、私自身は個人的なネットワークで関係があるんですけど、まあ、そういう先生方というのが、あの私は風の人だと。じゃあこの土の人と風の人があっていいのかというと、ここから重要で、あと太陽の人っているんです。その火の太陽の光が降り注がないと芽は育たないんです。ただ太陽の、 あの人の欠点は、ビルが建っているとその裏側は影を作ってしまう。その裏側 の影の部分まで光を与えることはできない、まあ、太陽の人は行政なんです。私が言うんです、行政とか国だとかって、行政がしっかりしてないとうまくいかないんだけど、行政には限界があって、まあ、例えば全ての人にちゃんとその手を差し伸べられるかって、必ずしもそうではない。だけど太陽がちゃんと後ろ、背中から日差しが注がないと進まないんだと。でここまでだから太陽で、そこに今度水の人なんです。でこの水の人が、まあ、今日あの来られているその、まあ、皆さん方に関係するんですけど、水の人っていうのは地域に密着、まあ、要するに出てきた目に水を与える人です。あるいはその土と太陽とかを全部つないで、その身近に育てていくあの人たちというあのことになるので、まあ、まさに皆さん方のような、少しその市民との間に入って、それを説明したり、あのアドバイスをしたりするという、まあ、あのそう、まあ、だから、まあ、一般的に、まあ、大きな社会で言うと消防団員だとか、あの、まあ、僕はコミュニティナースってとても重要で、コミュニティ に密着した看護師さんも必要だし、防災士も必要だし、から皆さん方のようなその火山 その少しそういうことを説明するあの人たちも必要だ。でまさに今の時代は土の人も重要だけど、最初に言ったでも水の人がいないと芽は伸びないっていう。だからその雲仙のいろんなあのこうところの機能もずっといろいろ案内していただいたんですけど、いろんなそのミュージアムがあったり遺構があるんだけど、それを見ただけでは理解できない。それをそばにいてちゃんと解説をしたり説明をしたり問いかけてくれる人がいてて、初めてそれが理解ができるので、ということで、まあ、あのこう復興を支える、あるいはその安全を支えるその人間のテトラというか四面体という発想で、この四つってとても重要だということで、まあ、ここはあのその土の光の人って話をするよりは、むしろ固有の地域の固有性とかいいところとか特殊性とかっていうのは何だろうかと、まあ、だからこういうことを考えるときに、その自分たちの地域のいいものは何なのかということを見落とさないようにしないといけないということで、それは通常は風土という言葉だとか地域の光とかとかで、まあ、風土光と言われて、そこに今あの私は水をくっつけたんですけど、今水が必要になってるんだということで、まあ、まさにあのこう地域の自然とか文化を見直しながら、いいものを見出して、そのいいものを伸ばしていくことによって、地域社会の発展とか最終的にはそれがあの安全につながっていくように考えないといけないという、まあ、そういう一つの進め方なり考え方があって、でそれの行き着いたところに、一つの観光という地域の経済を豊かにするとか、地域の魅力をあの多くの人に提供するだとかということは観光ということなので、まあ、あのその災害復興の一つのゴール目標はやっぱ観光という、あの、まああのまあ、内実で、まあ、その観光によって経済的に潤うこともあるけれども、観光によってその地域の素晴らしさを世界中の人に伝えるということもとてもあの重要だというふうに思っているところです。でそういう中のこれが一つの、また今日のだらだらとした話の一つの結論なんですけど、その私はあのこれあの本も出しているんですけど、あの観光復興のエンジンという言葉をずいぶん前からあの言っています。で、まあ、復興の一つの原動力、じゃあ原動力の今何かというと、まあ、一番重要なやっぱ精神的なエンジンです。あのエンジン力です。やっぱその地域に対して誇りだとか、やっぱそういうものを感じる、その誇りがあるからこそ次に進んでいける。でまさにその誇りの問題で、地域の良さだとか素晴らしさというものをあの見出していくというあのことだと思うので、まあその心の問題として、その心のエンジンになると。から2つ目があのこれはまさに経済的エンジンで、地域経済が豊かになって、経済的にしっかり基盤を持たないと人口も減少するし、あの地域の活性化も図れないということなので、
僕はやっぱりその復興によって経済を豊かにするということはとても重要で、まあ、あまりこれだけを言うと金儲けに観光してるのかと言われてしまうんですけど、僕は金儲けがないと前に進まないというふうに思いますから、やっぱり経済というものをこう中心に置かないといけない。で最後が教育的援助で、これもウスの皆さんの取り組みと全く重なるんですけど、教育的エンジンという、そのまさにこの観光、まあ、観光というか素晴らしいものを掘り起こして理解をして、あるいは自然を理解をしていくというようなことは、やっぱその先ほどで言うと土の人を育てていくということになるので、まさに教育としてとても重要な力を持っている。だから教育面でも経済面でも精神面でも復興というもの、観光というのは復興のその大きな力になるし、だからこそこの、まあ、観光抜き抜きにしたここはないんだろうというふうに思っているところです。で、もうあとはこれは先ほど水の人、土の人、風の人、太陽の人というのが全部重なってるんですけど、それはまた別の言葉で生み出す人とか享受する人、つなげる人という支援する人に書いたんですけど、まあ、観光協同の西洋面体と、まあ、これは完全に岡田先生の受け売りというかなんですけど、でもすごくこの四面体というこのスクラムを組んで力を合わせて物事を作り上げていくシステムとして、こう 4つの、 こう主体がしっかりつながるということが重要で、こういう災害復興だとか観光創造ということはとても重要だなということで、これはもう繰り返しになります。みんなで力を合わせ、一人ではどうにもならないんだということがとても重要で、だからその皆さんの何だっけ、これは薄の火山マイスターというのも、一人がいくら喋ってもいけない。ちょっとこう極端に言うと、岡田先生一人がいくら頑張ってもうまくいかない。でそこに多くの力を集めていくようなチームプレーとかチームワークがないときっとうまくいかないと思って、まさにチームとして、だから私は岡田先生の優れた部分をこうより広げていく仕組みとしてこのマイスターの制度があるというふうには思っていますので、まさにそのそういう人のつながりというもの、まあ課題のつながり、先ほど言ったね、産業だとか教育だとか環境だとか経済っていうのは全部一つのものとして、ちょっとそうね、時間を気にしながら、はい、でまあ、そういう少しいろんな人のつながりと課題のつながりを中心にしながら復興とか観光を考えていきたいというふうに思っています。でここからもうあと私の経験を、大丈夫、お茶を飲もうとしてつい飲み体が動かなくなったのをちょっと三輪さんに手をサポートしていただきます。で観光と復興と観光っていうのはすごく密接な、すごく関係で、私が大好きな事例だけちょっと今日は出してるんですけど、そうなんです、今日これ今から紹介する中にウスは出てきません、全く僕は勉強してないので。だけど僕が一番好きなのは城崎、兵庫県城崎温泉ってあるんです。今もすごく観光客に賑わってます。でこれはその災害が起きた時全部焼けるんです、木の先っていうのは。でその時に国の方針はその不燃化をしろと、だから巨大な道路を作れって方針でしたけど、地元の旅館業者が全部反対をして、いやそんなことしたら温泉の風格がなくなってしまう、であえて木造の3階建て住宅を作ります、火事で全部焼けたのに。それだけ聞くと、なんか焼けたのにまた燃えやすい木造の密集市街地を作ると何たることだっていう、一般的に批判されるんですけど、そうじゃなくて、やっぱその城崎の中心は温泉復興というのは、復興のメイン目標は温泉の復興だということを掲げながら、温泉に来られたお客さんが楽しんでもらえる、あるいは来てくれるような環境の在り方、でその結論が桜と柳の並木と3階建ての、これはこの近くでもなんですけど、山形の銀山温泉とすごく通じる、銀山温泉も焼けた後その今の銀座温泉の3階建ての住宅地が旅館が並んでるんですけど、もうその燃えたのに燃えやすい街です。
でそれだけだとなんか経済だけを考えているの でそのそういうことを作る条件として遮断帯といって、まあ、共同浴場とか作るんで共同浴場とか役場をコンクリートにしてそれをつなげることによってそこで炎症防止を図る。だからそのブロックの中は燃えるんだけどあるところまで来たら必ず火傷もあるというそういう仕掛けを作るんですね。だから木造3階建てで風情は残すけれども火災対策としてはその遮断帯をうまくはめ込んで作るんだということで、まあ、安全と経済とかそういう景観をうまく両立させるのは木の酒です。それから2番目は新しい文化っていうか新しい地域のその良さを作り出していくということが多くて、サンタクルーズってこれは時々佐々木さんも話をされるかもしれませんけど、これはサンタクルーズってのはサンフランシスコ地震が1989年サンフランシスコロマプレータ地震という地震が起きた時にそのサンフランシスコのすぐ南のサンタクルーズという、町があるんですね。人口5000人ぐらいです。そこの町を作る時にそのシティホールに人口5000人なんですけど3000人ぐらいが集まってで小学生がパッと手を挙げるんです。私の飼っている犬のジョンの遊び場がこの町にはないと。で新しい町を作る時にはね犬が思い切って遊べるような砂場を作ってくれとか、このサンタクルーズの女子大生学生がこの町では恋人とデートするとこもないんだ できればデートするのはそのメインストリート その並木道の小麦が落ちるところでスターバックスのコーヒーを飲みたい できればそのベンチは黄色にしてくれって発言するとまた拍手なんです。でそういうみんなが喋ったことがザーッとこうつなげてこういう町を作ろうというのは復興計画なんですけど、でその中にその、町 の建物の高さを揃えた方がいいとか昔のスパニッシュ風の景観を残してほしいだとかいろんな提案が出てくる。でその提案をずっとつなげていくとこう素晴らしい新しい町の理想像が浮かび上がってきてそれを実現していってるんですね。ちょっと後で写真が出てくる、そういうところから学ばないといけないし、あと僕は広島の平和公園というのはとても素晴らしいと、これ平和というメッセージが伝わってくる、その何のために復興するのかというところの、一つ その目標って復興の目標像をみんなで共有するということがないと前に進まないのでということで、そういう中に、今言ったサンタクルーズは広島はどこが観光つながってるかと言われますけど、広島もやはり平和公園だとか原爆のその被爆した建物を見るということで、だからあそこは平和を祈りに来ることと、観光というか広島の良さを見に来ることが表裏一体の関係で、それは多分薄でもそのこの薄の噴火のだけどそのこの薄の自然を見に来るということと、からその観光ということが表裏一体がすごくこう裏表の関係にあるので、少しそういう事例がたくさんあるんだと。で木の先も今言ったことです。で木の先 のまさにここに書いてあるんですけど、そうですね、少しもうほとんど飛ばしまして、ここら辺の絵でこう右上が木の先の大谷川という川沿いなんですけど、この川の護岸は玄武洞という天然記念物が地震の時に壊れて石がバーッと飛び散る、その石を集めてきてここの護岸にしてるんです。で今だったらその天然記念物の壊れた石を持ってきてどうのこうの、だから昭和新山の石を取ってきて何かしていいのかって議論とかつながるんですけど、まさに天然記念物を町づくりに生かしてるというちょっと例 でこの左側のこの黒い四角がこれ不燃建築なんです。不燃建築は役場だとか共同浴場だとか公園とかそういうものを不燃建築にして、それをつなげるとその遮断帯というか防火帯になるようにして、だから遮断帯と遮断帯の間 の間をこう、その木造の3階建てと並べるという形で、まさに景観とか観光と安全を両立させたというのがこの事例だと思います。からこれ台湾のこの1999年のプーリーというところで、これも今年 のまた9月に伺うんですけど、そこももういろんなの省略しますけど、今ものすごく人と防災未来センターが年間50万人ぐらい来るんですけど、ここは年間70万人来ます。で台湾中の子どもたちや家族みんなここ遊びに来る。
で、こう自然公園なんです。あの被災地の中に自然を化したあのこういう子供の子供とあとみんながそこで遊んだり野菜を作ったりするようなこういう新しいそういうものを作って、でその魅力に疲れてたくさんの人が来るし、その人たちが来た人のための民宿が今すごく発展をして、すごく美味しい料理が食べれるというところなんですね。まあ、ちなみにちょっと右上でちょっと見えなかったのか、ちょっと四角い建物が建ったのが見えますか。これは神戸から行ったあの阪神大震災の時に作られたペーパードームが、それを取り壊す時に台湾に持って行ったんですけど、これもまた人気で、まあ、いずれにしてもそのツーリズムだとか、それからその自然とかそういうものと観光を結びつけて復興を進めていっているというので、こういうあのこういう取り組みもすごく大切だというふうに思っています。でこれサンタクロース、先ほど言ったあのことなんですけど、まあ、我々日本の中越とかあの阪神・淡路大震災の長田北部に影響を与えているんですけど、あの木陰 の, あのベンチでコーヒー飲みたいと右下です。あのであのここも最初は当時旭川なんかが買い物公園を作っていた、そういう考えがずっとな あ, のあった頃なんですけど、最初の計画はあの商店街に乗り入れ禁止だったんですけど、これもみんなで議論すると、いやむしろそんなことをしたらお年寄りが買い物に来れないので、車乗り入れを積極的に進め、ただあのスピードが出ないようにいろんな工夫をする、でむしろこう通りにはこういうみんなが憩える空間を作った。で上から映画館なんですけど、街の色を決めます。みんなでだってそのグレーとこの少し薄いオレンジみたいなものの色で統一をして、でしかもこの街にはそれまで映画館なかったんです。とこれもサンタクロースの大学生が映画館欲しいって言って、今映画館がこうずっと並んですごくこれも賑わっている。でもまあその街の高さだとか色だとかそういうものをみんなでこう決めていくってプロセスで、まあ、こういうその、 あの街が出来上がっていて、まあ、その左下がこの高さを決めるルールなんです。そのでまあこういうその4階建てでちょっと4階だけセットバックをして、ちゃんと日差しがあのその通りに全部入ってくるようにしようとかって、まあ、そういう絵を描くっていうところ、まあ、物語復興というのはみんなで先ほど言ったようにその犬の遊びが欲しいとかってそういう思いを連ねて物語のように作ったこう復興計画という。でもまあこの基本もここも今観光客ですごく賑わっている、とてもあの素晴らしい街なんですけど、まさにそういうこの魅力ある街が作ると観光客も来るし、で地域の経済も賑わうということを教えてくれている事例だというふうに思います。でそんな北海道でも、あこれもあんまり言うとなんかお口だけ応援してる方に思いますけど、あの佐々木さんがいるのであれなんですけど、あのちょうど阪神大震災の1年前数ヶ月前です。7月1994年の7月だった。93年です。あ間違ってるんだ、まだ不勉強ですね。はい、あのでお尻で、あの、まあ、大きなあの地震があって火災が起きたので、これはもうすぐ直後から調査に入って、でその関係でずっとあのこの時もそうですね、この時もその東日本大震災のこと関係するんです。最初は僕は高台にやっぱり町を、人が亡くなってね、犠牲者が出た上にまた町を作る、そんなこと人を冒涜するとしてはいけないと思ってて、私はやっぱ高台にあの町を作れたら地元の人に怒られます。結論から言うと、みんなその風の匂いが分からないとイカ釣りにも出れないんだと、でやっぱりその漁師は海に住まないといけないんだとか強く教えられて、で僕なんか優しいのですぐじゃ あの上に行きたい人は上でもいいよ、下に行きたい人は下でもいいよ、でみんな蓋を開けたら最初は少なくとも半分は上に行ってくれるのかと思ったら、ほとんどみんな下を選ばれる。それぐらい海と人間の関係は強いんだと。やっぱそれを無視をして危険だから高台ってじゃないだろうっていうことを考えさせてくれたのがこの奥尻の復興なんですけど、まあ、あと、まあ、少しとても美味しいワイナリーを作ったりとか、流れ正幸なんかの建築家の彫刻を並べてみたりとか、やっぱ地域復興の中でこう魅力をどう作っていくかっていうなことをすごくやられて、まあ、その中心がその津波関係ミュージアムで、ミュージアムがまあこういう復興の中でとても大切な役に立つっていうようなことを、まあ、少しお口で学んだんですけど、まあ、その基本はやっぱりなかなかこれどこまで成功したかって微妙なんですけど、観光客を、まあ、これなかなか難しいんですね、あんまり言い出すとあれだけど、まあ、それできるだけ 海辺に町を作ろうとしてしたんですけど、やっぱり堤防主義があって、大きな堤防を作ると海の良さがなかなかこう見れないということもあって、だから私が想像したほど観光客戻ってないんですけど、でもまあそういう
外からお客さんを集めて地域の復興を図ろうとしたのをくしりだったように思います。で、山古志もうこれは中越の2004年の中越地震の復興で、あの ここはですね、先ほど あのサンタクルーズの物語復興を中越 の中越のその当時の森市長は台湾に行くんですが、それ以外のメンバーが全部そのサンタクルーズに行って、で向こうのやり方を学んでいって、で物語復興と中越に取り入れる、集落ごとに議論する、ある集落はあのドブロックを復活したい、で、まあ、それ復活するんです。田ごとの月って言って棚田を作って月が浮かんでるような、そういうあの、まあ、空気を作りたいとか、みんなそれぞれが提案をして、であるところではその集落でそのこうとても美味しい料理が食べるレストランを作ろうとかっていうようなことを全部こう決めていて、 それを復興のテーマに復興を進めているんですけど、まあ、また、まあ、一つはそういうみんなの思いで観光客が来たくなるような街を作っているんですけど、その一環としてあのこれはあの中越 の、まあ、あの復興住宅の写真です。この中いくつかは公営住宅もあるんですけど、重要なことはそれまではコンクリートの住宅を作るのが復興だと、でからそのまあというあの伝統があったんですけど、いやいやもうそうじゃなくて、まあ、地域の伝統文化というか地域の景観だとか歴史を生かしたようなやっぱり住宅、再建住宅を作るべきだという議論があって、こういう復興住宅を中心にあの、まあ、そういう街づくりとか復興したということで、まあ、文化の継承ということをこう教えてくれているのはこの中越のように思います。で、まあ、そうですね、これも災害メモリアルということで、あ、これはまあそういう伝承の施設をどういうふうにこううまく地域の中に配置をしていって人のネットワークにしていくかということなんですね。で、まあ、あのこれも多分薄の人に釈迦に説法で、ここもミュージアムですし、美和さんのいるところでも記念館がありますし、でそういうこう伝える仕組み、それは伝える人もいるし伝える場所もいるし、でそういうものをどういうふうにこううまくつなぎ合わせながらこう生かしていくのかです。でかつそれを学校教育だとかどう生かしていくのかという発想が必要で、その一つがこの中越が作った災害メモリアル回廊っていうネットワーク回廊を作るようにいろんな個室へとつないで、それ一つの観光 その資源で、観光客このメモリアル回廊をずっとぐるっと一周するとその中越の観光ができるようなこう仕組みにするというのは中越の地震 の復興のとてもあの優れたところだというふうに思っています。で、あの6番目があの雲仙の普賢岳です。この薄の1977年の77年じゃない、あの 2000年のちょっと前ですかね、薄の噴火っていうのがあって、であのまああのこれ もう皆さん方もあのとても重要だと思いますけど、大きなポイントは3つポイントがあって、自然との共生と、でこれはあの東日本大震災で千年の森づくりという宮城真由美さんがやったこう森づくりでやるんです。実はその原型がこの臼にあって、臼の復興はみんなで森を作る、木を植えるということをやるんですね。でまさにその100年の森づくりというあの千年ではないんですけど、この自然の再生をして、まあ、あのしっかり森を作ろうと、それだけじゃなくて、まあ、柔らかな地産砂防というか、その導流堤といって、まあ、その堤防も作るんですけど、できるだけそれはグリーンインフラで堤防を作って、でその、まあ、最終的にはその一番下で完結するんですけど、元の被災地で住めるようにするという、あの、まあ、あん中の三角地帯のかさ上げっていうんですけど、まあ、住めるようにするっていうこととも関係するんですけど、まあ、まさに自然と共生しながら居住の空間をどう作るのかということと、もう一つがまさにその伝承の施設をどういうふうに作っていくのかというあのところがあのこの雲仙の少しポイントで、これはもうあの皆さん方雲仙とあの臼はものすごく密接な関係があるので、私以上にあの臼の下ご存じだというふうに思ってるんですけど、まあ、あの真ん中があのあのジオジオネイチャーというか、まさにジオパークとその自然との共生ということをメインにしてやってるよっていう、その上があのはあの、まあ、定点といって、雲で噴火をして最初の犠牲者が出た消防職員だとか亡くなったところにこういう三角錐を作って、まあ、そこからの自然と災害の環境を考えるようなあの、まあ、ことをしているのと、まあ、下の方の左右はあのガマダスドームというあの伝承記念館の少し中身を示したものですけど、これも今日はちょっと時間がなくて喋れないんですけど、展示が素晴らしいです。
あの宮松の記念館も素晴らしいんですけど、あのこのあのお金のかけ方が違うのでね、ここはものすごくお金をかけてるんですけど、でも展示は素晴らしいです。お説教になって自然のメカニズムを丁寧に教えながら、その被災の話とかそういうことをやるという、むしろ科学があの展示に入っている。あ、展示はね、科学あんまり入ってないのがあるんです。あの私が簡単とした神戸の人と防災未来センター、あんまり科学入ってないんです。あの台湾 の, あの921地震の後作ったあの伝承施設は科学が入ってるんですけど、やっぱ科学をこ う, あのこういうあのどういったんですかね、あの伝承施設の中に入れるということができたかどうかという意味では、まあ、あの僕はこの日本で僕の知ってる限りはこのガバナスドームが一番優れているというもので、まあ、そういう伝承のあり方ってどういうことか。左上は、ね、あのそういう森を作るのと一緒にいっぱいあのコスモスだとかひまわりとか花で飾る、これみんなが、あのどういったんですかね、上で作っているようなことをしていて、まあ、自然との共生というのをこうやるシンボリックな取り組みとして評価があのできるんじゃないか。でとうとうあの今日ちょっとしたたらずでできませんでしたが、いろんな事例を見るとやっぱり自然との共生に努力をしているとか、からその伝承とか教育とに力を入れているとか、あるいは観光 の, あの推進と力を入れているというようなところはやっぱり復興が成功する要因だというふうに思っていて、まあ、最後ですけどそれはもう釈迦に説法だと思います。もうあの薄では全てやられていることなので、まあ、あの結論から言うと薄が進めておられるの町づくりだとか観光というのはあの、まあ、正しい方向に向かっているというふうに思います。で私の話は以上でございます。鈴木先生ありがとうございました。どうですか、初めて地元で紫地図の話を初めて薄らで聞いた世界初の皆様どうでしょうか。何かこう刺激的な、ね、お話いただきましたよね。あのはい、あのちょっとだけ補足させていただくと、あの復興業界では被災地のバックボーンとか被災地のリレーっていう言葉があって、先生がお話になったのってその先行事例から学んで、例えばサンフランシスコからチェーズの方学んでとかで、あの台湾の方とか神戸とか神戸から学んでとかで、その台湾の方が中越から台湾から中越の方が学んでみたいに、被災地同士で学び合って次に生かしてっていうことをしてるんですけども、実はそういう伝え手でもある室崎先生は岡田先生の影響を多大に受けていたっていう、その研究者同士のバトンとかリレーの一端も今日見れたのかなと思います。でこの後お話しいただくのはあの岡田先生、皆さんご存知岡田先生なんですけども、岡田先生のお話何度も聞いたことがある方も先人たちのお話っていうのを繰り返し聞くことが多くて、岡田先生がそのどんなバトンを受け取って今こういうことをされているのかっていうことを聞く機会があの多かったと思うんですけど、そこにつながる新たなお話を今日いただけると聞いておりますので、早速お願いしたいと思います。岡田先生よろしくお願いします。ちゃんと声が通るといいんですけれど、昔は声は大きかったんですけど、ちょっとやっぱり年のせいですね。もう最近何でも年のせいにしちゃうんで、それではですね、あの特別に今日のためにパワーポイントを作る時間なかったんで、ちょっと別の仕事で作ってたものを転用して話をします。あの昨日夜室崎先生と一緒に夕食食べながら話をして、いろいろハッとすることが気がつくんですね。で、あ、はい、あ、ありがとうございます。あの1988年という年なんです。で1988年って一体どういうことがあったのか。でその時に室崎先生と私は鹿児島国際火山会議というところでお会いしてるんです。でその前から多分ちらちらとは会っていただろうと思うんですけれども、その時私は全く何も覚えてないんですけど、いろいろ話をたっぷり聞いたっていう
そういう話を昨日していただいたんです。で、88年というとその国際火山会議、この火山学会議じゃなくて学の抜けた会議って当時言われてたんですね。で、初めて世界で学が抜けた会議、つまり研究者だけじゃなくて住民、行政、マスメディアを含んだそういうところのコミュニケーションを大事にしていこうと、それをベースにして、その3年前にネバド・デル・ルイスでああいうひどい災害があった、ああいうものをやっぱり克服していく方向に日本政府を舵を切ろうと。で、そのためには研究者たちの力も借りて、その学の抜けたこういう会議をやって国際的な支援を受けながらそういう方向に舵を切っていこうと、そういう会議だった。で、この会議の時に僕一つだけいいことしたんです。何やったかっていうと、ちょうど三松さん、三松記念館っていうのができたのが88年4月です。で、国際会議が開かれたのは88年7月です。で、ですから三松さんは展示のためにいっぱいいろんな資料を集めてこう勉強して、で、私がいた観測所にもあれないかいこれないかいっていっぱいこの勉強しに資料を求めて来られてきてました。で、私どもはもう学生の時代から昭和新山に行ったら三松さんが植物園のところで小さくコーナーを出していて、昔のいろんなパンフレットとか絵はがきとかそういう特別なものをこう揃ってたんですね。で、それが魅力で、いつもふるさとに帰るときはお土産で買いに行くとか、そういうようなことをやってたわけです。ですから、魅力ですね、三松さんがやって残したものってものすごく貴重だってことをよく分かってた。で、観測所に勤めてからも、日本中から、あるいは世界中からお客さん来るんですね。で、特に77噴火の直後ですから、外国からの方が非常にたくさん来ます。81年の国際会議では90人が銀沼まで愛火口まで見に行ってます。で、そういう人たちはやっぱり三輪さんのあの仕事を見るとものすごく感激するんですね。なぜなら世界ないからです。すごい人いるなと思うわけですね。ですから、そういうことがあったので、その鹿児島国際会議の事務局に頼み込んだんです。その三松さんを招待してくれと。で、特別な一角を作って展示室を作ってほしいと。で、当時の下鶴先生とかが荒牧先生とか、それから現地の鴨先生、桜島の、井口先生の先生の石原先生の先生の鴨先生っていう、そういうところに、あそこはずっと教授がもう4代続いてますね。で、お頼みしたら OK になって、で、三輪さんを調査してくれたんです。そこで三輪さんものすごくやっぱり感激したんですね。何感激したかというと、外国人とかもちろん鹿児島のあるいはその近くの市民たちもいっぱい来て見てくれるわけですね。で、見たらやっぱり関心を持つんです。ものすごく興味惹かれるんです。ですから、住民たちの関心がものすごく高いってことも分かりますし、それから外国の研究者、第一線の研究者たちがああでもないこうでもないっていろいろ議論する前でこう繰り広げてるわけですね。で、それに感激しちゃったんです。で、それからのことは皆さんのご存知の通り、火山性ウイルスをまき散らす人に変わっちゃうわけです。それまではおじいさんの遺産をどうやって守っていくか、それでもう頭がいっぱいだったんです。で、なんとか博物館とものをちゃんと作ってやっていきたいなと思ってたんですね。で、その内容をみんなに見てもらうことによって、それを超えた先がある、次の噴火を見つめてやっぱりこの地域を変えていかなきゃいけない、そういう方向にわっと舵を切った。で、その会議88年で、その室脇先生と私もお会いしていろいろ話し込んでいたっていう、そういう話を聞いた。
まあそれが出だしです。でこれ全然違うところでしゃべる話だったんで、あのこれはまあ無視してください。大事なのはこの写真です。昔は悪霊退治のロルンベというお祈りを祈祷していたわけですね。これ明治の噴火の時です。でもちろんこの時は主にこの2人です。大井上義親北大助教授、それから飯田誠一室蘭警察署長、この2人が出てきて噴火の前から住民避難に取り組むんですね。ですから1万5000人の方が明治の噴火の前に避難をしてしまう。だけどそういうものはあまり記録として残らないんです。論文にはほとんどならない。ですからその時は話題になりますけれども、すぐ忘れられちゃうんですね。でそれを最初評価した人がいます。それは1930年前後にこの今村先生、大森今村先生、大森先生ちょうど亡くなられて今年100年目ですね。関東大地震100年になりますから、大森先生亡くなられて100年ですけど、大森先生と同じ方向を向いて研究していた同僚の地震学者、彼ら2人は仲悪かったんです。大森今村論争と言います。ですからその仲の悪いとこだけ見てたらダメなんです。何が大事かというと、2人は同じものを見てたんです。同じことを実現しようと思ってたんです。でやり方が違ったし、ほとんど1歳ぐらい2歳ぐらい違うだけですから、片方はやっぱり政府の顔色も見なきゃいけないし、支援も受けなきゃいけないし、そういうもので頭いっぱいなわけですよね。ですから慎重にやろうとします。一方はそういうことから完全にフリーですから、完全に自由にやっていく。でなかなか実際の研究生活では どうしてもメディアが言うところのそのあるいは論争相手みたいな、そういうイメージを非常に強く焼き付いていて、ほとんど人はそう拭えないんですね。拭えないとどういうことになるかというと、歴史的に評価しないんです誰も。だけどここは違うんです。留守の地域は大森先生をずっと評価してきた、明治から。それはこの地域があの1万5千人ということを経験して、それをちゃんと覚えてるからなんです。そういう違いがあります。で細かいことを言いましょう。それでと、はい、いつも僕は歴史の話になりますけど、やっぱりここでも繰り返します。ネバーアゲイン、こんなことをもう繰り返したくないと、もうこの1回でもうたっぷりだと、次はもう違った時代にしたい、そういうこう切り替えのイベントが起こります。で一つはこれは例えば最近1500年以降の5、600年の間で5000人以上火山災害で亡くなった噴火というのは7つありますけれども、そのうちの3つが20世紀に起こっています。これからその3つを話します。で1つ目はこのプレーン火山ですね。いわゆる火砕流ということを研究されたものです。でその時の火砕流、この手前のところに港がありますけど、その港の木造の船の中の客室にいたにもかかわらず大やけどで、後で救い出された、何人か生き残ったうちの2人ですね。でこの人に彼は全く別の島に運ばれて病院で入院してとこを訪れて話を聞いたんです。それで彼は感激したんです。私の心を強く深く動かしたのはチャレンジあふれる野外調査そのものではなく、そこでの人間的な触れ合いだって言ってるんですね。で地下機械装置が数千人の人を一瞬にして殺すようなことが今でさえ地質学者にさえ知られている。こんなに科学が発展してきたのに何の説明もできないじゃないか、これはダメだよ、もう俺がやるしかないっていう思ったわけです。で怒ってから出かける研究には限界がある。24時間観測、いわゆる連続監視ですね。つまり観測所を作ってちゃんと前兆をちゃんと捕まえなきゃいかんと、まあ、そういう方針を出すわけです。この同じ年、日本では125人が鳥島の噴火で全滅しています。その調査船に乗っていた一人が若き大森草吉ですね。
で大森先生は1893年の吾妻山の噴火で水蒸気爆発で研究者が2人亡くなった時に実は山にいました。前の日まで彼らと一緒に火口を歩いて火山灰に巻かれてましたが、なぜか分かりませんけどその当日は事故があって大森先生は行かなかったんです。行った2人は死んでしまいました。一緒についていった学生2人は生き残りました。でそれ以来彼はものすごく火山に熱心になります。そしてそれを研究するためにも地震計ってものすごく役に立つので取り掛かっていったわけですね。ですからその地震計を持って鳥島に行って、で船から大きな体勢で陸に上がる前に妊婦たち数人で地震計を下ろして山の上に担ぎ上げて2時間動かして地震の記録は静かなり白旗を上げる、安全だから皆さん上陸して調査していいですよと、ちゃんとリスク管理をしながらそういう調査をやってるんですね。まあ、それ以来大森先生からも非常に興味を持ってきた、まあ、そういう歴史があるところです。でこのプレーを研究したジェイガーさんがですねと友達は大森先生です。大森先生に会いに日本に来たんです。来ましたけど大森先生はイタリアの大地震の調査で3ヶ月日本を離れていました。でその留守で帰ってくる間待つ間に樽前山が噴火しているのに調査に来ました。それで北大の2人の先生大森あ大井上先生田中達先生ですね、こういう先生が案内しました。で全部観測が終わった後せっかくだから登別に行ってそれから有珠山を見て洞爺湖をわっと見て有珠山も見てで帰ろうということで室蘭に寄ったわけです。で室蘭から船で帰る間際に、道庁実際にそこにあったのは室蘭警察署ですけれども警察署に顔を出してお世話になりましたと言ったわけです。ですけどその時何言ったかというともう一つ彼はジェイガーさんこういうこと言ったんです。私の研究によると今までここで起こってた樽前で起こってた何回かの噴火はこういう予測の理論の中で起こってる、つまり潮汐と関係して起こってる、それだったらこれからの噴火もそういうことが起こるんで一番危ないのは5月19日の正午だって言って書いちゃった。こういうことをやれると困りますよ、特に行政ってものすごく困っちゃう。その時に相談したのが大森先生です。道庁は大森先生に相談するわけです。それで大森先生と北大の先生たちの関係ができてしまいます。そして飯田さんの関係ができてしまう。そしてその次の年その樽前さんの研究の論文が評価されて大井上さんは4月から北大の助教授になります。そしてその4ヶ月後に有珠山で地震が始まった時道庁はすぐあこれは大井上さんを呼ばなきゃダメだとで指令出すわけです。で道庁は勝手に出したんじゃなくて実はその時もっと優れてるのは地元の市長さんたちがですね電報を打って室蘭市長庁に電報を打ってこんなに地震が起こって住民が不安がってるからちゃんと調査研究してくれとそういう要請するわけです。そういう形で1万5千人避難が行われたわけです。でもう一つ2番目のクルートっていう方これはちょっと今時間がないので飛ばしますけれどもこれは田中伊達先生が活躍した時代です。大森先生が亡くなった後実は日本はですねライズ&フォールってこう歴史っていうのは光と影ってあるんですね。で影の時代に入るんです。つまり噴火予知なんてこと言うなと地震予知なんてこと言うなと関東地震見ろとどうせできっこないんだからっていう時代に入るんです。でそれに引きずられて噴火も同じなんです。で噴火予知禁区の時代に入っていくわけですけどその頃逆に大森先生がやった成果を見ていてこれはまずいとあんな新興国があそこまでやってるんだら我がオランダ帝国はもっとすごいことできるはずだ、合理性と科学性を追求してもっとできるはずだ、しかも人材もたくさんいる、オランダの資源を開発するための地学者がいっぱいいる、
でそういう人たちがちゃんと取り組めばいいんだと。オランダは水災害、海面低いですから、あの水災害の工学的な対処に非常に、力がある。したがってこういう核を庫で爆発して泥流が出るんだったら水をトンネルを作って抜いてしまえっていう、そういういわゆる災害工学は砂防工事を始めるわけですね。でそういう大きなことが起こって、日本はちょっとこう、まあ、噴火がないこともありますけれども少し消極的になってくる、影の時代に入る。でオランダは登っていく、そういう時代を象徴します。そしてその先にあったのが昭和新山です。ですからこの次の時代、1930年前後に日本から田中舘先生、水上先生という人たちがインドネシアで勉強します。そして帰ってきていっぱいいろんな論文書きます。でそこで考えていたことが昭和新山の活動で使えたわけです。応用できた。田中舘さんが昭和新山って名前を付けた人ですね。噴火の20日前から美馬さんの家に泊まり込んで2人で毎日、フィールドを歩き回った人です。ですからそういうことができたバッグには実はこういうものがあった。でこれは20世紀の後半に入るとこういうことが起こって、この災害があったおかげで88年の先ほどの国際火山会議ということにつながっていくというわけになります。で有珠山では明治の噴火、それから昭和新山の噴火、77年の噴火、2000年の噴火、それの時代を特徴づける中心になった人たちの名前が出てます。これ写真集に出てるのとちょっと変えました。一つは大井上先生というのがあそこに新しく挟まりました。全く分かりませんでした。生年月日も分からなかったんですが写真も出てきました。そういうことです。やはり出だしは77噴火ですね。この時代どういう時代だったかというのはですね、例えばこの小野洋之助さんという人から実は手紙もらいました。ごく最近です。で2日目の火祭りに来るため家族4人で札幌から中山峠を越えて、まだそこバスが動くようになっている、何年も経っていないそういう時期だと思います。で留守に降りて三の原を目指して走っていたら目の前に噴煙が出てきた。今だったらどうしますか。行かないですよね。でもそんなことを全く誰も知らないし、そんなこと考える人誰もなかった。そういう時代だったことは、そのまま延々とどん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 噴煙がどんどん大きくなっていくと、こうともかく向かっていくんです。で現地に着いたのは9時50分後、あるいは10時前後、噴煙が一番大きくなった時期です。そういう写真が出てきました。で臨時列車に何とか飛び乗って札幌に戻るわけですけれども、伊達の海岸を走っているところで撮った写真、これ何にも知らないで見れば、なんだ何も写ってないやっていう絵ですけれども、こうなっちゃうんです、あっという間にね。まあそんな写真、この左側の上の写真も昭和新山の一番最初の噴煙を撮った、これも最近出てきた写真です。皆さんみんな届けてくれるんですね。最近もう何とかして大事にしてた写真をどこかでちゃんと保存してほしいと、そういうふうに思う方がたくさんおられるようです。さて、5番もやめましょう。ですね、で2000年噴火というのはハザードマップ作ってちゃんとシナリオに即応して動いたということになりますけれども、有珠山は実はハザードマップを国が作った最初の山なんです。でそれは1988年今の年です。やはりネバド・デル・ルイスがあったので国はこっそり防災の枠組みの外のところ、国土庁の防災課じゃなくて国土庁の土地利用局の方を使ってこういう研究をして、で3種類のハザードマップを作ったんです。でここにあるのは火災流域危険図です。
で4段階にリスク域を分けてます。つまりここまで当時やってたんです。この調子でこれがわーっとやればかなり早い段階にどのように火山と向き合えばいいかっていう方向に舵切れたんです。ですけどやっぱり忖度して隠しちゃった、隠しざるを得なかった。もうなんとかして委員会を作ってテスト的にハザードマップを検討しようという委員会4つ動いてました。でその4つの中の1つ の中の委員の1人でたった1人だけ気象庁の職員います。でその方の名前は小宮学と言います。2000年の時の東京にいた火山局課長さんで、私と電話でやり合い、あの切れ味のいい情報文を書いた人です。そしてその情報を出すにあたって何をしたか、何をすればいいかということが分かってる人です。何をすればいいかというのは火山噴火予知連絡会臨時拡大幹事会というのを開けばいいんです。で自分が書いた原案を持ってって北大の先生もこういうふうに考えてるからちょっとお墨付きもらえばいい。ですから非常にはっきり気象庁の何に言ってるか分からないようないつもの情報と違ってはっきりした情報が出てきます。そういうものの裏ですねにそういうことがあります。先ほど話しましたけれども、その88年というのは鹿児島国際会議なんですね。でこの時に三輪さんを招待してもらったと。でそれによってこの地域が大きく変わっていく。つまり私一人じゃ観測所だけじゃ何もできないんです。地域と結びつく何かが必要なんです。社会と結びつく何かが必要なんです。それを三輪記念館がこう果たしていった。この力はものすごく大きかったと思います。そしてその中で何をやったかというと、例えば筆頭に挙げるものとしては、避難所は次の時にはあの77のような惨めな避難所じゃなくて、ちゃんと設備の整ったトイレが一つじゃないようなところじゃなくて、場合によっては弱者が避難するところは温泉までついてるような、そういうことにしようよと、そういう方向に町の方針を舵を切った、そういう方向を提言したのね、三輪さん。そういう文章が残ってます。でそれからというのはこういうように非常に多彩な現場での教育文化活動というのが行われていくわけですね。でここには自衛隊が現地薄田に来て研修してますね。2000年の噴火の前ですよ。前兆が起こるはるか前です。それからこれは鹿部町の消防ですけど、消防団が来て研修して、で初めは市民大学校だって。でこの中にどこかに、あ、ここに三輪さんの黒い頭のふさふさした三輪さんがおられますし、どこかに多分田辺町長がおられますし、それからこれは佐藤文心さんですね。第一期の火山マイスターですね。当時の教育主任、社会教育主任さん。でこういうような人たちがずっと頑張って、あ、この中にはその後総務庁の町議会 議長をなさった方もいるし、そうすると多分メンバーがいます。でそういう人たちが、頑張ってる。でそういう中で大人たちが9回やって学び合った、こんなに面白いことはないから、これは子どもにも体験させようと思って子ども教育講座が始まる。で87年にはハリー・グリッケンさん、この方がこの何年4年後に雲仙で亡くなった方です。ハリー・グリッケンさんが観測所を訪れてましたので、子ども共同講座に誘って、片言の日本語で山が膨らんでっていう、薄山とセントヘレンズと同じ共通したデイサイトシテマグマの活動の話を子供たち聞いてノートにメモしてますよね。であるいは三輪記念館で三輪さんの話を聞いて昭和新館に登る。
ある有珠新山に登る、ここに2人観測所を訪れていた学生さんがいます。でこの2人の方はその後火山を専攻して火山で理学博士になって、そして現在中堅となって活躍している人です。つまり宗別の子ども教室が世界の今最先端を引っ張っている火山学者2人以上こう育ててしまったって言ってもまあ過言じゃないですね。まあそんなこと。それから噴火の周りの4ヶ月前、これは洞爺湖温泉中学の文化祭ですよ普通だと。で77噴火の時に当時の子どもたち中学生たちが書いた作文集を読み合って、先生たちの指導もあって、それをミュージカルにしたんですね。お父さんたちの服装を借りてきて、で寸劇をやったり、それからこのようにマグマの踊り、火砕流の踊りをやったり、それから最後には森の歌を歌って締めくくる、全員で締めくくると、こういうようなことを2時間番組でやった。こういう人たちがその4ヶ月後に本番を迎えちゃうんですよ。だから彼らはどうしたのかなっていう、そういう感じですね。で、その医療もこういうような形で、特に地域の住民を主体とした災害以降の広報の勉強会、これはとっても役に立って、火山砂防地域といってその立ち入り禁止区域が普通いっぱいできちゃうんですけれども、そうじゃなくてその中に史跡を残して、しかもそこを訪れることができる、そこの遊歩道まで整備してもらえる、そういう地域にしてしまったんですね。まあ、こういうようなことがあったと思います。で、官学民メディアという点では、今度は阿武田町長の岡村さんというのを観測所に紹介、私と初めての出会いを作ってくれたのは、あるマスメディアの方なんです。これは七七の噴火を経験している方ですね。で、何百回かの新聞連載記事を数年にかかって延々と書いてるんです。で、本を4冊、3冊まとめてます。で、その人が観測所に来るときに、岡村さん、町長さんを連れて来ました。で、その結果何が起こったかというと、方針転換をちゃんと町長さんが測ってくれる。で、これは1994年ですね。ですからこの次の年にハザードマップを作って全員に配れるという、そういう時代にこう入っていったということになります。で、こういう話を今700ページのその教科書の中にちゃんと紹介されて、世界の教科書の中で紹介されています。で、大きな災害としては噴石、サージ、熱泥流、これは4月9日10日ですね。それから断層ですね。まあ、こんなようなことが起こったと。そして噴火の前から、そして終わった後、あるいは継続中、何が大事かというと、やっぱりこういうコミュニケーションによってお互いに理解し合う、違う分野の人たちといかに協力を取っていけるか、これが非常にまあ大事だというふうに思います。多分ね、ここにいるのが宗別の田辺町長です。当時は企画調整課長さん。あ、そうですね、ここにもいますね。ここにもいますね。まあ、もう多分時間過ぎてると思うんで、やめますけど。はい。まあ、一言だけ言いますと、何を言いたいかというと、実はこういう分野、世界でものすごく発展してます。若者が熱中して、こういう分野研究してます。で、その中に女性がものすごく多いというのが特徴なんです。つまり防災ってね、半分以上女性ですし、特に弱い人たち、子供を含めてですね、あるいは、で、そういう人たちを考えたときには、そういう人たちがやっぱり主催になっていかないとうまくいかないっていうことは、世界的な常識なんですね。で、ですから、国際火山学会もいろいろな教科書を出して、あるいはいろんな、集会を持ってそういうことを研究してるんです。で、その流れに実は日本はあまり乗れてないんです。で、例えばこの中に4回最近
火山感染測異常のベストプラクティスの研究会というのが行われています。でそういうのを見ると観測所はどうあるべきか、どう役割を果たすべきかということをこうお互いに交流してるんですけれども、そういうところに気象庁の職員が出ていけないんですよ日本は。 ですから日本だけ取り残されてる。先ほどの大きな歴史の流れでどうも影に入っているのではないかというような感じさえするぐらいの、まあ、そういう面もある。でもそこを今何とかしようといろんな方策は出してきてはいるんですけれども、まあそういうことです。でそういう流れというのは敏感に反映してますから、例えば子ども向けのこの本なんていうのはこの中南米の災害とインドネシアのメラピの2010年の災害、セントヘレンズの災害、そういうものをつなげて、欧米と途上国、中南米あるいは南アジア、そういうところがいかに連携して災害を減らすのに貢献しているかという、そういうことが子どもが読めるような絵本になってるんですね。こういう種類の本って日本でまだ一冊もないです。これが今の日本の置かれてる立場です。以上、そこまで終わりにします。